張るわよ。ボディアッパーコンビはボディアッパーを織り交ぜたコンビネーションがメインのエクササイズよ。ボディアッパーは腰を落として安定させ、じゃあ始めるわね。気持ちよく体を動かしましょう。まずは基本姿勢、右足を下げ、体の向き右斜め45度、右手顎の横、左手顔の前、前後ろでリズム取るの。1、2、1、2、前後ろ前後ろ、このリズムで動いていくわね。それじゃジャブ右ボディアッパーいくわ。せーの、ジャブ右ボディアッパー、完璧よ。上から来て構えて、せーのジャブボディ、相手の溝落ちを狙って、せーの今度はジャブ左へひねってからボディアッパーいくわ。ジャブひねって左ボディアッパー、せーのジャブひねってボディ、左にひねりながら腰を落として上ひねって、さそのまま前に打っていくのよ。はいジャブひねボディ、続けてジャブボディアッパー出すわ。ジャブひねボディアッパー、ジャブ右ボディアッパー、一回リズム取るわよ。トントントン、はいジャブひねボディ、ジャブボディ、リズムよく、あと8回いくわ。せーのジャブひねってボディ、戻ってジャブボディアッパー、そうジャブボディ、ジャブボディ、せーの上から下へ、最後のパンチは力強く、はいジャブひねってボディ、ジャブボディ、リズムトン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 、せーのジャブひねボディアッパー、ジャブ右ボディアッパー、1、2、3、4、5、6、ラストジャブひねボディアッパー、ジャブ右ボディアッパー、スイッチ。それじゃあ一度呼吸を整えましょう。リズムを作るのよ。トン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 、残りあと半分、テンション上げるのよ。それじゃあジャブ左ボディアッパーいくわ。せーのジャブ左ボディアッパー、ナイスパンチ。上から下へ構えて、せーのジャブボディ、相手の溝落ちを狙って、せーの今度はジャブ右へひねってからボディアッパーいくわよ。ジャブひねって右ボディアッパー、せーのジャブひねボディ、右にひねりながら腰を落として上ひねって、さそのまま前に打っていくのに、はいジャブひねボディ、続けてジャブボディアッパー出すわ。ジャブひねボディアッパー、ジャブ左ボディアッパー、一回リズム取るわよ。トントントン、はいジャブひねボディ、ジャブボディ、リズムよく、あと8回いくわ。せーのジャブひねってボディ、戻ってジャブボディアッパー、そうジャブボディ、ジャブボディ、せーの上から下へ、最後のパンチは力強く、はいジャブひねってボディ、ジャブボディ、リズムトン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 、せーのジャブひねボディアッパー、ジャブ左ボディアッパー、1、2、3、4、5、6、ラストジャブひねボディアッパー、ジャブ左ボディアッパー、はいオッケーよ。お疲れ様、すごいわね、オールジャストよ。あなたの本気を感じたわ。結果を見てみましょう。素晴らしい結果ね。この調子で習慣化できればエクササイズはあなた、今回のアクション成功率はこんな感じよ。お疲れ様。